青葉区のマンションに82歳の女性の遺体を放置したとして死体遺棄の罪に問われている娘と孫に対して仙台地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました起訴状によりますと東京都中野区の無職遠藤博美被告と遠藤大輔被告は仙台市青葉区のマンションで同居していた博美被告の母親の和江さんが死亡していたにもかかわらず 今年8月下旬頃から2ヶ月ほど遺体を放置したとして死体遺棄の罪に問われています今日の判決で仙台地裁は広美被告に対し母親が生前、仮想を嫌がっていたという意向があったとしても2ヶ月にわたり放置したことは悪質として懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しましたまた大輔被告に対しては 遺体を袋で密封して放置したのは、死者を敬う感情を著しく害するものだとして、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。